翔平に表彰状。さあ一体誰から表彰されるんでしょう。どうぞ。私明石家さんまが表彰させていただきます。キャプテン翔平に表彰状。さあ一体誰から表彰されるんでしょう。どうぞ。私明石家さんまが表彰させていただきます。ありがとうございます。表彰状見るかな消したら消えへん。まっちゃんと浜ちゃん消えへん。表彰状あなたは、桂三枝さんのことをあいつ呼ばわりされてたことを表彰します。ダウンタウン浜田。え俺かあいつ呼ばわりしたことを表彰したら俺まで巻き添えやな。違います。表彰状あなたはけじらみを移され、あこれまっちゃんか。古いやん、おいで出た。表彰状笑福亭笑瓶殿、あなたは合コンでの、席で並びにクラブの席でいつもこそ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 、電話番号を聞いていらっしゃいます。私がこっちでわーっと盛り上げるときに、いやどうそうでんなそうでんなと言いながら、左手で相手の太ももをポンポンと叩き、私を見てるようなふりをしながらそうでんなにやなんじゃこらとか、言いながら、こそ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 電話番号を聞いてらっしゃる、ああいう席ですから堂々と元気よく、電話番号を聞いていただいていいんじゃないかと、思われますが、はいはい、私に遠慮してなのか何なのか知りませんが、そして1週間経ってまた飲みに行こうかいう時に、おいこの間の店行こうかって言ったら、あよろしいな、あこの間の女に電話したんかって言ったら、いやあれから全然電話してまへんねん言うて、席に着いたら女の子がやってきて、翔平さん毎日電話ご苦労様ってあれはあかんど、かっこ悪い向こうのお姉様から言われるのは。それから、この間の大阪の合コンなんですけども、大阪の合コンでテレビでいいのかな、大阪の合コンであなた、あの自分私が揃えたメンバーなんですよ。であの僕が気に入ってる子がいたのに、ニアンこっち座って、ほんで「あ君こっち座って」って言うて、僕とその子を引き裂いてあなた横にずっと座ってましたね。あれ僕狙ってたんですよ。まあそんなことはどうでもいいですけども、ほいで私が帰る時「ニアン先どうぞ、僕はちょっと多分もう一軒行くと思います」言って、ほいで私が車に乗って「あ翔平頑張れよ」言うて車に乗ってタクシーの中から振り返ったら、君一人乗ったタクシーでトコンと座ってましたよね。あれどうなったんでしょうか。いやこれとちょっと行きますわ言うてタクシー振り返ったら、君がタクシー一人で乗ってましたよね。三菱って上にあるやつタクシー、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、そういうわけで終始こそこそしてらっしゃいますので、そんなこそこそ村の村長さんを表彰いたします。なるほど、明石家さんま。はい、そうですね、ほらあのそういうとこ行くとね、名刺ってほらすぐに女の子は渡してくれるじゃないですか、うん、あの営業で、ほんで何も書いてないから寂しいから、はい、まあ、携帯電話をね、うん、まあまあ聞くんですけどね、なるほど、それを、まあ、兄さんに
まあ、見つかるというかね、こそこそするから余計に分かるんですよ。どんどんやりゃいいじゃないですか。うん、まあね、ほんで振りもあって、もう最近はそれが逆に、なってて、まあ、あの店入って、あの乾杯する前にあの、うん、電話番号とか聞いたら、お前また聞いてんのかいうパターンで、うん、あれどうしたんこれ。75歳でこの美貌、その秘訣、名曲に乗せてお届けします。アグレッシャンが横浜の家を売却、明日夜7時コーラスの方の着物、はい、もうちょっと若い人はいなかったんですけど。いや、はい、それではさつきみどりさんに歌っていただきます。曲はさつきみどり、お暇なら来てね、1週間に10日恋の替え歌です。おー、もう懐かしいメンバーが裏でね、もう元気やった、体大丈夫全員ね、すごいな、夜と朝の間にが17歳、17歳であの歌はちょっと難しかったですよね。あ、歌詞的にですか。そう、16歳でデビューしてあの歌詞をもらった時意味が分かんなかったんですよ。夜と朝の間に一人の私で、夜ってのはあのフランス語でラニュイで 女性詞なんですよ。朝はルマタンで男性詞なの、フランス語でね。だから男、女と男の間にっていう意味で中西玲さんはあれを作ったんですよ。そんなすごい歌だったから、あれそんな深い意味があったんですか。30ぐらい過ぎてからやっと分かったんですよ。10何年経ってから分かんなかった。うわ、そんな僕らも知りませんでした。そうでしょ。今日はあの名曲を歌っていただくわけですか。いいえ、それはね、ちょっと置いときまして、それはやめといて、ちょっとシャンソンを1曲。はあ、はい、シャンソンで。シャンソンで。え、テーマは、テーマはね、はい、あの本当に一人で生きていくのにこれからも頑張ろうって歌ってください。それではピーターさんに歌っていただきます。曲はオーシャンゼリゼの替え歌で、王新之助です。どうぞ。話す相手うちにはいない、一人暮らしのおじさんは声を出さずに2日も経つと風呂場でわーと叫んちゃう。お茶事来て島村のお料理する、甘茶む3つの家を1つにまとめて一人で生きるぞ、断捨離だ。みんなは私を妖怪と呼ぶけど、昔あでやか美少年、午後クラブで朝まで踊る、元は田舎の中学生、おーゴブガリゼ、甘さんね、それはいい。還暦超えて欲も消える、浮ついてるのはサンマだけ、そろそろやめてよドスケベぜ。加わっていただいて、あ、違うんだ。もうちょっと大きいです。いかがでした鍋。いや、やっぱりかっこいいですよね、生き方も歌も、最初にこのスタイルをちゃんとキープしてらっしゃるっていうのがね、やっぱ素晴らしい。現役で踊ったり歌ったりさせてもらってることがいいのかな。そうか、そうか、ステージやってらっしゃるから、ちょっとね、やっぱ見られる仕事をするとやっぱりちょっと、それでも太りましたよこれだよ。あ、ごめんなさい。芸能人替え歌王決定戦、最後はこの方です。大鳥。折れたタバコの吸い殻で、昭和49年に発売された嘘、150万枚を超えるミリオンヒットとなったこの曲で、
紅白歌合戦にも出場。昭和を代表する色男が今夜名曲嘘を替え歌に。中条きよし。中条さんおいくつになられたんですか。もうここで70です。あ、ふわー、でも元気ですね。早いでしょ。だから私が20歳ぐらいの時にモノマネやらせていただいたり。あ、そうですか。そうそうです。やって、俺たタバコはね、すいませんかよ。そうそうそう。おお、いや、あんたがギャグやってた。あ、そう。いやいや、俺たタバコは吸えません。いやいや、あなたの嘘も吸えませんってずっと吸えませんで行かせていただいて、あの時代はよく受けました。あ、でもあの似てる雰囲気あるもんね。はい、やらせていただいたのを覚えてますね、大昔に。そう、ありがとうございます。水谷さんは後輩、中条さん、キヨちゃんとはもうほぼ同期だったから。そうそうそう。一時期ちょっと一緒に住んでたことが。一緒に住んでた。それ言わない約束だった。やっぱり好き落ちないじゃないですか先生。一度ね、入ったことがあったんで、私年金に行ったことがあるんです。何の話やっちゃう。ごめんなさい、変な話。何やねん。今日はその名曲嘘で、どういうテーマで。見た目でね、はい、そう思うようなこともあるでしょ。見た目だけで人をね、判断するっていうのが。はい、ね、中野さんはさ、女の表になってるの分かりますよ、ね、で、なんか金余ってる、質素なんですよ、生活はね。そうですか。普段の中条きよしをちょっと今日は歌にしてきました。あ、本当の中条きよしはこうだ。